い値段をつけるんじゃないかなって思って、そういう意味での高級。ハードル高いよ。いきます、こちら。はい、どうもゼノプロです。よろしくお願いいたします。シャス。私が大阪と兵庫に遊びに行った時に買い放題をしてきたんですけども、買い放題と一緒にポタちゃんにお土産を買ってきたので、今回はそちらを紹介したかったんですけど。ですけど、ただお土産買ってきてって言えばいいじゃん。せっかくなら題材に答えてよ。何それ。今回ね、今僕の心の中で溢れている単語3つをね、言葉にしてゼノに送ったので、それ通りにお土産を買ってきてもらうっていうのをやってみました。はい、買ってこれましたか。1店舗目で、あ、これでいいじゃんで買って、2店舗目で、あ、こっちの方が良かったなみたいなのがあって、なんか買いすぎちゃったで、今回僕がゼノンにお願いした単語、高級。やばくない、高級なもの買ってこいって。2つ目、夢。これは簡単で、3つ目、勝利。お金じゃ買えないんですよ、勝利ってものは。じゃあ無理じゃん。じゃあまず普通に買ってきたものから紹介しようかな。課題以外でも買ってきてくれたんだ。ちょ、買いすぎちゃった。最近ポタちゃんがめちゃめちゃハマってるって言ってたので、ポタちゃんの反応ただただ見たいなっていうので買ってきたもの、こちら。 SAO のランダムグッズ。え、これ何、今売ってたの。そう、今売ってるやつ。これ前の映画のやつっすよ。あ、そうなん。これさ、なんかリーファって書いてあって。いや、そうなんよ。僕今ちょうどこれ見とるよ、この映画。まだ途中なんだけど、現実世界で行われるゲームの話なんです。そうそう、だからリーファもスグハの格好なの。そう、だからリーファって書いてあって、え、スグハじゃんって思って、例の3の法則にのっとってね。え、ありがとう、リーファ欲しい、これ。当たってくれ。カン。あー、かわいい。アスナ、めっちゃ絵いい。いや、マジ劇場版おもろくて、キリトよりも今アスナの方が現実世界のゲームにハマっとるんで。へえ。それがなんかね、可愛くて。2つ目、パラッパン。ちっちゃい。ゆいちゃん。妹力とかじゃなくて、娘力が高いに一番 SAO のキャラの中で有能。へえ。そしてラスト。いやー、頼む。いや、この流れ来たらスグハ欲しいけどキリト欲しい。あ、そうなんだ。っていう3人なんじゃ。キリトとラスナの娘やん。正解。せーの、ファイ。え、これ絶対ネタバレじゃん。あー、出なかった。いや、これでスグハ出たワンチャン勝利でもいいかなって思ったんだよね。残念、勝利出ませんでした。こちら試してもらうしかないかな。何、じゃじゃん。勝利狙いで買いました、日暮らしの泣く頃に GO スタンド付きアクリルキーホルダーコレクション。裏表で表情が違うやつで、表が普通の子、裏が発症した時の狂気顔みたいなやつ。めっちゃええやん。まあ、勝利といえばうちらからしたら日暮らししかないやん。日暮らしのグッズこれしか売ってなかったの。マジで。そう、まあ卒があれだったからさ。うん、ってな感じで3つ買いました。このラインナップ全12種で、部活メンバーのほか富竹、大石、高野、入江、羽生、赤坂があるらしく、し、まあ、私はシオンが欲しくて、まあ、ポタちゃんはサトコをね、欲しい。当ててください。日暮らしフルメンツだね。そうなの。そうなんや。高野さんもちょっと欲しいかも。いや、わかるね。もっと活躍して欲しかった。え、高野さんの狂気顔どうなるんだ。やっぱこれでしょ。いきます、せーの、はい。わ、ケイちゃん。卒ではほぼ空気。でも勝利の男だよ。どう、ダメ。結果見てだよね。他の結果見てだよね。裏はしっかり血走ってるわ。いいね。2つ目、シオン来てくれ。せーの、はい。ふんふん。ABC しとる前原さん。大石のグッズはだって意味わからんやん。ここほんま嫌だったわ。うわー、マジで敗北です。一番嫌なシーンのキャラ出てきたじゃん。ぶちまけられてんか。サトコ。そして卒ではフルで理科に勝利し続けた女、ゼノさん、これは勝利。今の日暮らしの象徴といえば、勝利はサトコでしょ。12話かけて勝利し続けるとこ描かれた女だよ。旧作の勝利と新作の勝利がこうやって並んだよ。そうだよ、これは勝利。次、ポーちゃんのお友達のジジに買ってきたお土産です。これ見た瞬間に、あいつへのお土産これでいいやんってなったやつ。はい、じゃじゃん。
東海帝王と目白マックイーンの蜂蜜カステラ焼き。あるんだそんなの、うん、よくない？いいね、ちょうどいいじゃん。一番いいでしょ。これはね、安くて可愛いからっていうだけの理由で買ったやつ。おパラッパン。セガの UFO つままれアクリルキーチェーンマスコット、未来の僕らは知ってるよ、黒沢大。じゃあ可愛よくない？いいじゃん、これは清楚。こちら神戸プリン。これさ、視聴者さんにもらったのよ。視聴者さんに ねめちゃくちゃ美味しかった。そう、ポタちゃんにはいっぱい美味しいものあったから買ってこようかなって思ったんだけど、私がポタちゃんのさ、ダイエットの勝利をさ、度外しちゃったらよくないなと思って、たった1個だけ押して、これめちゃめちゃさ、懐かしいやつが売ってて思わず買っちゃった。ダラン、ニコちゃんのフィギュア。これなんか一時期どのアニメもこれの絵柄のね、ミニフィギュアが出てて、当時はなんかバサラとかもめちゃめちゃあった。全然わかんない。これ結構高い、1個880円。え、高っ。え、ありがとう。あー、でもやっぱ古いからちょっと黄ばんでる、耳のところが。ほんまや、ニコちゃんってさ、後ろ髪ギザギザにやってんだけど、そこもちゃんと再現されてる。いいね。私たちさ、いろんな中古ショップ巡ってるけど、うん、初出会いだよ。見ないね。そう、本当に見ない。じゃあその珍しいフィギュアつながりで、これはね、安すぎてなんでここに並べんの即決したやつ。あ、じゃあ高級の逆なんだ。じゃじゃん。え、やばくない？いや、天才。去年のクリスマスにね、ポダちゃんにアマゾンで結構いい値段で買ってもらって、うん、それのコメント欄に大阪の駿河屋でめっちゃ安い値段で売ってますよ、うん、わらみたいな感じで書いてあって、普通にあった。ガチで。マジか。1個400円。え、安っ。しかも状態よ。そうなの。使われてないねこれ。即決やんこんな。え、これもう全員揃いたいわ。え、めっちゃ可愛くない、うん、ね、これわらって書いてた人にはね、伝わんないかもしれないけど、これガチで出回ってない。秋葉原回ってもよしこ1個しか売ってなくて、うん、マジでないの。だからこれ見つけて安かったらガチでみんな買った方がいいよ。そう、本当に珍しい。しかも可愛いっていう。天才おる。ここお土産力高いっしょ、うん、続きまして、はい、同じ絵柄のやつ多いけど、ただただかっこいいなって思って即決したやつ。じゃじゃん、煉獄さんの缶バッジ。一番好き。じゃあ次、夢。夢、うん、むずいと思うよ我ながら。むずかったんだけど、夢って幅広いなって思って、私の中で夢だなって感じたのがこれだったので、こちらを買いました。じゃじゃん、うっせぇわステッカーなるほどね、ゼノプロの動画しっかり見てくれてる人にはわかるね。わかるかな、あの有名なうっせぇわのステッカーなんですけど。なんであんのそんなものが私が歌ってみたを出したんですけど、うん、限界オタクが歌うっていう体で、同担拒否夢女子が歌ううっせぇわなんですね、うん、っていう夢プラス、私はそっちじゃなくて、アドさんって夢あるなっていう意味で買ったんだけど、もともと歌えてで一番最初のオリジナルソングとしてうっせぇわを出されたわけじゃん、うん、で爆発的にヒットして今ではめちゃめちゃ有名な、夢だけにね歌い手さんになったわけじゃん、うん、たったの1曲なんよきっかけは。それって今のネットでだからこそある夢な展開だなって思って。あとアドさんはラブライバーです。夢。え、もうこれもうここに貼ろう。なんで、夢で NG 出されたらこれがいいかなって思ったんだけど、まあ、ポタちゃんはある種夢男子にもなれるんじゃないかな僕の可能性についてついに追求し始めた。そうって思って、夢男子になるんだったら多分あの方になるんだろうなと思って買ったのがこちら、夢専用クリアファイルうわ、今これ見た瞬間煉獄さんの手の硬さまで想像してるのかな夢最後にはね、やっぱ高級かなって思って、高級はねめちゃめちゃ難しかったので、うん、まずポタちゃんの悪いところを考えたんですよ。ひどいね。お友達が真剣に言っちゃ悪いんだけど、どこがアップになるでしょうクイズ見た時に汚って声出ちゃったんだよねって言ってて、何が汚って思うかなって思って、やっぱ清潔感なんじゃないかなって思って、でポタちゃんの清潔感を上げようって話になったの。3時間かけて見つけてきました。何、どういうこと。ポタちゃんの清潔感、いや見てよ、私が精魂込めて、もうなんなら一番渡したいお土産だよこれ、うん、清潔感なのねこれが一応。好きかもちょっと一回退出しますねゼノがいただいた清潔めっちゃいい。かわいい。これかわいくない？めちゃめちゃいい。これさ、ここピザなの。そう、ここなんかさ、ピザ UFO とか書いてあんの。そうなの、めっちゃ可愛くて。可愛い。もうこういうなんかね、ちょっと変なの好き。可愛くない？あ、これね、キャットられた人がこの中に入ったよっていう。
なんかポナちゃんさ、黒い服ばっかりだけどさ、うん、なんか表情までも暗くなるなって思って、グレーだったらちょっとやっぱ太ったから膨張して見えるからカーキいいなって思った、うん、え、ありがとう、これ好き。まあ残りは高級で勝負しようかな。高級は値段じゃないと思う。あ、グッズが高級そうだなみたいなものがいいのかなって思って買った。一つ目、大事、じゃじゃん、ライちゃんのクリアファイルとアクリルスタンド。うわー、天才。ライちゃんの衣装なんか高級っぽくない？めっちゃ可愛いよね。可愛いよね。ありがとう。え、めっちゃ可愛い。買い賞でデート行こう。今なんかウマ娘ヘアがやってて、ほう、それを買うとね、ポスティカーディがついてるらしいんですよ。ランダムだったので私まだ何がついてるか見てません。一つ目、ダダン、お、帝王とマックイーン。ヘアなの？ペアだったね。ってことはじゃん、バラッパン、わー、かわいい、鈴鹿アンドスペちゃん、主人公来たよ。からのバラッパン、え、マックイーン単体。さすがにそこはライちゃんといく、出て欲しかったな。じゃあ最後、はい、これね、そんなに高くなかったんだけど、この商品を見てみんなが値段をつけるとしたら絶対にすっごい高い値段をつけるんじゃないかなって思って、そういう意味での高級、ハードル高いよ。いきます、こちら、週刊少年ジャンプ24号鬼滅の刃最終話丸ごと複製原画セット。えいくらだと思う？え、普通に2万とかじゃない？って思うでしょ。これなんとね、2200円なの。マジで？うん。でもこの値段とか、この応募者全員サービスっていう、それを知らずにこれを見た人って2万とか、私は5万ぐらいだと思ってたからっていう想像するんじゃないかなっていう。えー、やば。はい、中見ていいよ。マジックで買いたか、やばくない？すごいね。鳥肌よ。やばい、僕は見たいシーンがある、これは。来週掲載します。直しなしですか？直しないです。この作品はきっと伝説になると思います。です。マジで私我ながらめちゃめちゃセンスいいと思う。80丸、やだ。なんか自分が買ったものとさ、量としてあんまり変わんないぐらい買っちゃった。そうだね。ありがとうね、本当に。全部嬉しいわ。よかった。全部嬉しい。今度は一緒に行こうね、じゃあ。うん。人と人が触れ合う気持ちっていうものこそが一番価値のある高価なものなんじゃないかなって思います。